こんにちは、今日の切り抜きニュースは。だからそれこそオウム真理教みたいな感じでしょ。都合の悪いそのやめてくれってことでしょ。だから僕は多分堀田さんがここまでね、僕の話をわざわざ聞きに来てくれてるっていうのもめちゃくちゃ合理的な回答しかしてないし、僕は常に解決策を持たないと言わないですよ。とにかく解決策がないことをやや言うのはそれ無責任ですからね。だから僕は常に問題があったらそれをなんとか解決する方法はないかとすると、もう一番分かりやすいことで言えば少子高齢化問題ですよね。これからどんどん福祉が必要な方が必要になってくる。じゃあ根本的な解決として、福祉が必要な方にお金じゃなくていい食住医療娯楽を施設に入っていただくことによって提供する、もうそういう形で強制はしないけども、その施設自体がネット環境もしっかりしていて、ゲームもできて、氷人とも遊べて、そして個室がちゃんと確保される、プライベートも守られる魅力的な施設を作ることによって運営費を安くする。だって一人一人が一人住まいとかして団地とかアパートとかに住んでるほど非効率的なことないから、いちいちお医者さんに行ったり介護を読んだりしなきゃいけないでしょ。でも一つのとこにいたらすごく効率よく介護とか医療を受けれるわけですよ。そこをこれから国民の皆さんにしっかり説明して、少子高齢化対策はこういう形でいきますってやらなきゃいけないんです。僕はそんなのもう何十年政治家を志す前から思ってますよ。だからこそ自分の中でやりたい政策が山ほどあるし、それが合理的だと思うから、まずは政権に入るっていうことを今努力しているということでね。で、他の政党の人たちは多分選挙に当選することしか考えてないんでしょう。僕今日の役員から言いましたけど、次の選挙で我々が落選したらとりあえずしばらくゆっくりしようって言いましたよ。だってまだ早いんでしょ、僕たちが来るの。だってうちの今のスタッフなんて別に国会議員の人とかやらなくても何とでも稼げる人たちしか残ってないですよ。僕もそうですよ。別に議員しなくても、ちなみに六本木の物件も審査通りましたよ。僕の今の自宅ね、党で借りてたんですけど、僕の個人の審査をしたらちゃんと通りましたよ。まあ、それは僕はもう法律事務所で働いてるし、一人放送局で社長もしてるし、バーでも働いてるから、去年の年収だけでも1200万ぐらいあるのかな。それがもうちゃんと確定申告してるから通ってるんですよ。審査通りましたから。もう逆に言えば、だから政治家しなくてもいくらでも収入が稼げる人たちは別に僕はそうじゃなくてもやっていける自信はありますよ。去年の3月29日に言った通りですよね。うちの浜田君にしたって斉藤君だって全然生きていけるわけですよ、うちのスタッフは。だから直ちに選挙当選しなくても、来年国政政党にならなくても焦らなくていいよね。NHK 党に残っている人たちは本当に能力が高いと思います。近い将来もう一度国政政党に返り咲くのは間違いないと思います。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を